聞いてください。神機能搭載モンスターストライク、ついにゲーム性が一つ変わりまして、こちらターゲットストライクですね。これメイン赤でやるとクソゲーなんですけど、これこちらの端末でやる分にはかなり交換所が美味しいんじゃないかなと睨んでおります。うん、しかも無料でね、もうポポーンって配置してるだけでね、こんな強いキャラが仲間になってしまうんですよね。うん、これ激発のではとちょっと自分で思っていまして、だから作業会でちょっとねこれのやりまくろうかなと思ってますね。はい、メイン赤でやんない分こっちで回収してやろうかなと。これでいきます。まあ、これマジキャラがさ、そんなに強さ求められないイベントが来てくれてるの助かるよね。だからまあリセロで結構新規の流入があったんじゃないかなと思ってて、だからさ、もうなんか強さ関係ないなんかね、あのコンテンツみたいなのでこれがぶっ込まれたのかなってちょっと思ってますけど、なんでこれサバーカの方で、サバーカって言い方もない、俺もこれメインの一つですからね、こちらの端末もね。はい、こちらちょっと行こうかなと思ってます。早速ちょっとランクガチャやらせていただこうと思います。狙いは、いやこれ引きて、わかった、じゃ今日の単発1回はエビス行こう。うん、単発1回でエビス出して、美写倒して、条件クリアの10連で、ここでエミリア・レムラム、あとベアコ。ベアコも90にします、10連で。はい。を狙います。で、ランクミッション。これはちょっとね、絶対入れますからね、5、6が。あ、ネム戻ってきてもいいですけどね、もうでも山竹終わったからな。ネム戻ってきてもいいけど、まあでもこれからやるって言ったら、まあ、竹ゼロはパルバティがいるから、波ゼロとかの適性欲しいよね。地雷の水っていうとやばいんじゃないかな、今意外と波ゼロとか、まあゼロシリーズだね、ゼロシリーズとか怪シリーズとかの適性が欲しいです。いきます。あ、演出とかねえんだ、これ限定は出ねえんだ。あ、オニキスとかいいよ。オニキスとかすげえいい塩梅だし、グネピアとか来たら最高。さあ来い、これだ。うわ、強い。これはやばくないか。これだって重心化するぞ、そろそろ。え、これ絶対重心化するよ。うわ、これ闇んとこめっちゃ楽しくなりそう。めちゃくちゃちょうどいいよね。あと読みゼロとか最高っすね。進化しろ進化しろ進化しろ、俺進化が好きなの、進化が。ナイス、オッケー、これ完璧だ、これ強いだろ、これ絶対強いよ。うわ、これつくよみで使いたかったな。これつくよみで使ったら絶対気持ちよかったよね。はい、いやでもいいっすね、ランクガチャ大勝利でしょこれ。うん、変なの被んなくてよかったよね。ここ武蔵でやったら超面白そうじゃねみたいなね、結構あると思うんですけど、結構ないかも。あ、結構ないかもしんないっすね。結構ないかもしんない。うん、いやいや、このパッと見た感じ結構ないかもしれないっすね。結構ないわ。つくよみゼロか、つくよみゼロぐらい。まあなんか文句言わず使えるっていうのはね、丁寧も無理だしな、カンテラとか蒸発するだろうな、言ったら。あ、まあ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 、でも楽しいからいいでしょう。おっと、2枚抜きします。はい、で俺の予想では3と6にいる、あいつ3の倍数好きって言ってたんで、 3と6にいるんですよね。でこれやるにはガウェインを星5、3体クリアしないといけないので、ガウェインをタイムシフトする。まあじゃあこれ確定じゃん、フレイヤじゃん。まあここでしょ、だいたいこいつでしょ、これでしょ。うん、はい、これでいきまーす。はい、いきます。何これ、どういうクエスト、え、全然覚えてない、これどこからなんだっけ、いって、え、こんなんだったっけ、まずいね。まずいっすね。減速壁だ、減速壁だ。あー、強い。やば、グナイゼラムだよね、ね、グナイゼラムなんだよね、結局このゲーム最初から最後までね、グナイゼラムなんですよ。いや、これ待って、倒さないとやばい、助けてパック。このパックはなんと一旦遅延します、10% で。10% で一旦チェーンするんで、声引け 10%。 プリン、あ、新車してねえ、まずいっすよ。あ、生きてる、雑魚こいつ。え、これ耐える、29000、大丈夫これ、何もしてこねえじゃんこいつ、何もしてこねえ、やる気ねえ。え、これやばくない、これ、この端末に倒されるコラボ究極ってやばいよ、半端ない。あ、ガーフも手に入る、でかくねえこれ。そういえば普通にガーフの仲間になるの相当大きいっすよね、こいつ。こいつも結構強いもんね。かっこいいね、やっぱね。まあこれは絶対オットなんで、まず。はい。これまずオットじゃん。1オット。うわぁ、やばい、もうオット揃わねえ。はぁ、え、これじゃあこの5個のうちにどっかにオットいんの。まあ、うだうだ言っててもしょうがないんでね。で、ツエーンが、これ制限でいねんかな、星5制限で。こいつだっけ強いの、ピスターだ、こいつか。ピスターが超強そうなんですよね。これだったら制限だし、これランキングストライクじゃない、これ
これランギックストライクの匂いするね。これいこっか。これが一番簡単に取れそうだし、いないんで、まあ、しょうがないですね。これそしたらこうなっちゃいますね。申し訳ないですけど、はい、でこれは欲しいので、このゲーム初めての箱ありだと思いますね。箱でいきます。あ、確かにアマテラスコピー持ちだった。本当にこのボールどうにかなんないかな。このボールどうにかなんないかな。なんかもう使ってるのが恥ずかしくなってくるぐらいやばいんだよな、このボール。これどうにかなんねえかな、ほんと。お前これ貴族戦の攻撃来たらやべえぞ。ちょっと待って、いった！は？やべえ！あれ？なんだよこいつ！なんだよ！分かった。これ当たって、ワープ入る。で、ハートの方から出るランギック拾う。ランギック拾った。ハート。いや、遠回りすぎ。うわ、これ絶対死ぬよね、これ。何？舐め腐っておる。いや、打開策がないでござる。これ、はまれる？ここ。うわっ！攻撃すんな！あるある。で、これパワーアップ。これパワーアップだったから。これ、だい。あ、何来た？来た！わかった。攻略方法わかりました。はい、わかりましたね。とりあえずわかりましたね。あいつやばい、上。右上、とんでもないダメージ食らってたんだよね。これ止まったらとりあえずやばいでしょ。あ、これワープ必要かもしれない。え、なんでその綺麗な避け方。ナイス。上倒せ。頼む。わあ、そこはまずい。止まり位置いったー。やばい、死ぬ。でもここからメテオ使えるからね。でもね、やべえだけど、これ何これ、もう空いてるとこ全部サボテン詰め込みましたみたいになってるよ。当たれる。偉すぎ。ズドン。強っ。やべえわ、これグナイスダムだわ。これグナイスダムマジ強えわ。完璧だ。だって次も開幕打てんだろ、サンタ。やばっ、これ勝ったわ。これ勝ちました。オッケー、完璧に帰ってきた。よし、これはいった。これはいきました。範囲に変わりますからね、これ。あ、おんなん、もうクロスチームがババーンって広いよ。ババーンって広げますね。よし、これでビシャン運転に挑戦できます。4ドロー、いいよ。いいよ、代わりがいるもの。さあ、まあ、ビシャモンテはね、緊張感のないね、降臨4になると思いますんでね、ちょっと見てる方、つまんないかもしれないですけども、はい、ちょっと、いきますね。はい、じゃあ、こいつ育てるよ、ピスタ育てます。で、今回、タスもね、あれ、ちゃんとやってきますね。タスもしっかり。ピスタはね、他のものがちょっと使えそうなんで、ホーライでも使えそうなんでね。ふっ！よっしゃ、これ、掛け声大事なんだ、これ。気合。大成功はね、気合です。これから始める人覚えてた方がいいですね。これフイッって言うと大成功しますね。フイッって OK ですね。あともう一回だね。もう一回うならないといけないですね。いきます。フイッ、うん、ほらね。よし、行くぞ。